ち、22歳でワンピース書き始めました。これ地味にすごくね。異常やで。すごよ。若き天才やん。1話の完成度とんでもないわ。一部の無駄もない。アーロン編をまだ駆け出しの若手が書いてたって事実がすごい。20代前半の若造がくだらねえ愛に死ねなんてセリフ回し考えたとかすごいなほんま。アーロンパーク編あたりは他の漫画家も巻末コメントで話題に出すくらいの凄さやったらしいな。さすがやで。悪魔の実とかいう能力数有限のシステム天才。新能力なのにここで出してきたかってなるのはワンピース特有。高校在学中にウォンテッドとか書いてたからすごいわ。15でジャンプに漫画送るって行動力がまずすげえわ。18とかで賞取ってるからほんまの挫折知らずの漫画家が夢見る漫画家そのものやぞ。22歳から挫折知らずにずっと天下取ってたわけだもんな。それで今まで連載してるんやからすごいよな。ガチで天才やろ。リアルエイジやん。短編集読んだけど全部面白いからすごいわ。特にスリのやつ。天下取るだけあるよな。マジで天才だよ。短編集の神様のやつほんますこ。小田くん見直したぞ。小田って意外と若いんだよな。今いくつや？衰えすぎやろ。今47やぞ。まだ40代なんだ。50超えてると思ってた。誕生日が元日ってのがすでに漫画みたいやわ。連載開始当時の子供ってもうワンピース見てないやろうな。当時10歳だったとして今は35歳か。まだ読んでるやつもおるんちゃうか。むしろそれぐらいの世代がファンの中心のような気がする。そんな人がある時からもうダメだみたいに言われてんの悲しいな。しかも編集が仕事してなくて軌道修正できてないのが余計に悲しい。衰えは必ず来るもんだ。こればっかりはしゃあない。四季や白ひげですら衰えたら2年後のルフィや黒ひげに負けるんやから。ワンピースは織田の人生を表しとったんか。四季が織田やとしたらルフィは誰やろ。織田はおでん定期。もうダメとかそんな一部のカスの意見に左右されんなよ。バリバリジャンプの看板漫画やし、終わるまで日本を代表する漫画家よ。鬼滅の刃ブームの時やたら煽られてたのなんだったん？ワノ国編がつまらなかったからね。ワンピースはずっとトップだったから、その他の漫画の信者からヘイト買いまくってた。ドラゴボ世代のおっさんが一番ワンピ敵視してる気がする。小田自身がドラゴンボールと鳥山明の大の信者やから。そこからのヘイトってあんまないんじゃね。ワンピースは初版500万でオリコンとかでのランキングが300万とか。鬼滅が初版495万ですぐ10版とかでワンピースへの忖度とか言われてたな。100万ずつくらい多いぞ。ワノ国編がつまらない。織田の過去のイキリ発言掘られまくった。発行部数が忖度された。いろんなことが重なって叩かれた。でも一番の要因はシンプルにワノ国がつまらないこと。ワンピースが叩かれてる理由はほぼほぼ他の漫画信者からの嫉妬が占めてる。ドラゴボ世代からしたら目障り。ナルトブリからしたらずっと目の上の単行部。ハンタジョジョとか、あそこら辺の信者は常にメジャー作品叩くし。ハンタはちゃんと話理解すや面白いってよく聞くぞ。そもそもあんな長い文章かったるくて読めるかって言われて叩かれてるから、信者がどう擁護しても無駄なんやが、ワンピは世界情勢編始まったら毎度毎度手のひら返したように絶賛されるのが証拠やと思うわ。本編がいかにクソかっていうのをファンが何よりも感じてるってことや、そりゃ信者からしたら何でも面白く感じる、そんな意見ごくごく少数やで、読者の母数もワンピよりかなり狭いしな。ハンターやジョジョはネットのイキリオタクに好かれてる漫画だから肯定的意見が目立つだけや。逆にワンピースみたいなドメジャー作品は、ネットに縁のないマイルドヤンキーみたいな奴らや一般層に読まれてるから。そもそも5チャンネルに熱心なファンがおらんねん。だから叩けば潰れると思ってる、それだけのことや。お前絶対おっちゃんやろ、ワンピーイコールマイルドヤンキーのイメージって10年以上前のものやぞ、今そんなイメージないで。ハンタもジョジョもめちゃくちゃ売れてる超絶メジャー漫画やろ、何言うてるんや。そもそもワンピースって無料の時にしかまともに語られんやろ。大ブームになってた頂上戦争の頃ですら2チャンネルでは空気やったし、ガチで忖度とか信じてそう。そのブームが始まった頃が一番ワンピがクソつまらなかった時期だから、その少し前は岸本と比較して織田持ち上げるブームだったの覚えてるで、そもそも鬼滅が映画大ヒットプラス作者の言動が取り沙汰される前はクソ叩かれてたからな。ワンピースに批判的な意見は絶対許されないがあったからな。それが原因なのは散々売り上げで押し通してたからね。今まで溜まっていたヘイトが鬼滅爆売れで爆発した。まあこれやろな。今は新章開幕のワクワク感とワノ国という闇を抜けた反動で浮ついてるけど、また批判増えるで。そんで完結したらその辺のこと忘れて名作として語り出す。22歳にしては知識も感性も優れてたけど、ただただ漫画を描き続ける人生を送るうちにその年では普通の人になってしまったんや。なんか昔の漫画家のが引き出し多かった気はするな。手塚とか藤子 F とか長井豪とか。完成磨かれる前に成功しちゃって仕事の虫になっちゃうと劣化も早いんかな。まだ完結させてないけどな。若けりゃええってもんじゃないけどな。いろんな人生経験ないとやっぱ話の引き出しも少ない。書き続けてるのが普通にすごい。
ガキの時の熱量そのままやん。鳥山明、24歳でドクタースランプ書き始めました。これ地味にすごくね。鳥山明はデビュー前からアホほど絵上手かったけど、中学生時代に絵画で賞を取ってるよ。王は最初から最後まで王。いきなり長編の読み切り持ってったやつとかおるんかな？終わった後、何書いても文句言われそうだよな。ずっとワンピの方が面白かったって言われそう。若いと引き出し少ないぞ。終わり良ければ途中多少クソでも許される。最終章で10年ぐらいやりそうでうんざりやが、言うて25年日本の漫画のトップ取り続けたって凄すぎるやろ。空島までとか言ってるやつもおるけどそれでも10年近く日本一なんやで。ほんまに自分が書きたいことしか書かない漫画家の作品が途中おもんなくなったって思うのは、もう作者自体の問題やなく読者側の問題よ。七巻時代のハブに比べて今弱いと言ってるようなもんで、実際七巻時代のハブと現在のハブが対戦したら余裕で今のハブが勝つことを理解してない。連載までの年齢よりワンピース連載の期間の方が長いんやな。すげえわ、もうこんな漫画家出てこんのとちゃう？26で連載して40年のこち亀がいるぞ。進撃の巨人の人は19歳だっけ？23歳や。スパイファミリーの作者は40代らしいな。鬼滅の作者とかにはやめてほしくなかったやろうな。やっぱりインプット期間を置かないとあかんよ。多忙すぎて引き出しが厳しくなっとるやん。映画見たりゲームやったりするとピコーンってアイディアひらめくことがよくあるってクリエイターはみんな言ってるからな。でも実際なんだかんだ言われながら未だに毎巻200万近く売れてるのは、化け物やと思うで、もう100巻超えてるのに。コナンなんて30万そこそこだし、初めの一歩に至っては10万も売れてないんじゃね？今でこそ休みがちやけど50巻くらいまではノンストップだったの鉄人やろ。今の連載陣やと大体10巻目くらいでバテ始めて救済や原ページ増えてくるやん。大体アニメ化のせいやな。小田の救済も映画監修が発端やし、日本で一番売れてる漫画雑誌の看板を20年近く張ってるって冷静に考えてすげえやろ。今ちょうど25周年やから25年トップやぞ。完全に過小評価されてる。それで休みまくりの冨樫を天才と持ち上げるんだからおかしなもんやで。別に普通に休めばいいと思う。冨樫とかまで行くとあれだけど、読者も年取って感性変わってるんやからそら文句言う人多いわな。小田って師匠の話題ばかり出るけど弟子の話題って出ないよな。そもそもおるんか？専門学校時代に進撃の構成考えてた諫山もやばいわ。一番難しいのはギャグ漫画らしい。確かに、たとえ人気が出ても上限が低いから大して売れないし頭おかしくならないと書けないし地獄やで。ほんならバスへの作者って地味にすごいんか？普通にようやっとると思うで。確かにストーリー進められる他の漫画に比べるとマジで思いつかんと地獄や。ずっと同じ漫画書き続けてる小田栄一郎と複数当ててサボる路線の冨樫ってどっちが幸せなんやろな？ワイガオダッチならウォーターセブン編で終わらせて余生楽しむわ。確か15で入選してなかったか？アーティストと一緒で10代20代中盤がボリュームゾーンで25から30になると編集が渋り出す。持ち込みが若者ってだけで優遇される。でも正直大学生の頃の妄想を30年近く毎週机に縛り付けられながら書かされるってきつすぎるやろ。時代が時代やし中卒ちゃうか。岸影、22歳でナルト書き始めました。久保太斗、24歳でブリーチ書き始めました。最近のジャンプは若手作家少なくないか？ナルトは25歳や。年齢もさることながら、ワンピースを書いてるってことがすごいんやぞ。それよりみんな無料公開中のワンピ読んだか？期間内に読み終わりそうにないわ。半年周期でやってるイベントやし全部読まんでええぞ。一発目からイーストブルー×のバケモンすぎるやろ。アラバスタ完結までが23巻や。ちなみに鬼滅の全巻と同巻。鬼滅のパクリってそろそろ出てきてもいいはずだけど、あんま聞かないよな。真似するの難しいんだろうか？鬼滅って設定自体はよくあるもので、キャラと人間関係がよくできた作品だからパクリようがないやろ。鬼滅は作者自身が言ってるけど、ジョジョが大好きで設定もそのまんまジョジョなんだけどね。青年誌とかになると結構年いってからデビューも多いって聞いたけどどうなんや。バキくらいしか知らん。小田と青山のジャンプとサンデーって今週やっけ？せやね。対談面白かったで。ドラゴンボールとスラムダンクが終わった後、金田一少年の事件簿やコナンが天下取ってて、少年漫画のトップが推理者ってのが納得できなくて憤慨してたらしい。その頃は月の足やってて師匠ともこの漫画がジャンプのトップってのはまずいですよねって話してたって。和月自身も自分がトップ走るような漫画を描くタイプじゃないって思ってたって言ってた。スケダンの作者とか原先生なんか脱サラしてのデビューやから結構年いってからのデビュー。ジャンプラの無料を気に読み進めてるけど、ちょっと一瞬奪われてアフロボクシングするあたりって病んでたん。面白さのかけらもねえな、意外性もないし。ゾロとサンジの共闘を楽しめ、あとはロビンの慣れ期間。五峠とか諫山ももう隠居生活やろ。若いうちに一発当てて大金持ちなれる漫画家は夢あるわ。A 型は早熟が多いんだよ。それでホルホルし出すから嫌い。
小田はワンピース終わったらどうするんやろ。物心ついた時からずっと漫画描き続けてきた人生やろ。小田は連載持つ前から絵うまかったな。第1話で道しるべとなる背中を追う人物を出す、明確となる目標がわかる。これ、ワンピースが始まりらしいな。これ以降なると、ハンターハンター、ヒロアカみたいに第1話でこういうワンピースを真似た展開の漫画が増えた。第1話じゃルフィの活躍なんてほぼゼロやし、青年期の姿は最後の一瞬だけだし、ワンピの1話は相当いびつやで、アニメもそれが原因で順番入れ替えたし、昔のワンピってめちゃくちゃ見やすいよな。やっぱり今の若手はデビュー早くても内容面白くないのが顕著やな。ツイッターとかで絵の上手いやつならゴロゴロいるけど、話しかけるやつはマジでいない。映画や小説からインプットせんからなんかな。その点、オダッチは何から影響を受けてるんやろ？映画オタクだという話は聞かんけど、ディズニーと時代劇やろ。なるほど確かに。ディズニーは初耳やな。ディズニーに影響を受けてるのは有名やろ。っていうか読めばディズニーの影響丸わかりやろ。漫画家デビュー前は1日映画必ず3、4本くらい見てたらしいで。映画めちゃくちゃ見てるぞ。オダッチは面白い漫画描きたいなら漫画以外のものを勉強しましょうって言ってるな。最近の新人漫画家は漫画ばかり見てきた世代って感じするわ。ワンピースは7人の侍とスターウォーズを元にして描いたって言ってたな。今は漫画家なんて名乗ればなれる時代やからね。トガシが漫画家になりたいなら絵の練習なんてしてる暇ないって言ってたけど、まさに絵の練習ばっかりしてるやつが多い。イラストレーターから漫画家にってやつもゴロゴロおるしな。ワンピ50巻ぐらいで完結させてオダッチはまた別の作品やるってなったら、間違いなくワンピより面白いもん描けたはず。才能枯れたっていうのは絶対間違ってる。いや枯れてるだろ、ワノ国読んだことないんか？ワノ国って色々物語進めるために仕方なく長くなった感じやろ。単体で見たらどう考えても魚人島とスリラーバークの方が圧倒的につまらない。あれらに比べたらむしろちょっと持ち直した感じやな。冒険ものを100巻以上続けて面白いわけがないだけ。小田の1日のスケジュール見るとある日突然ぽっくりいっちゃいそうで心配になる。10代の頃から始めたイメージだったから22やとなんか遅いな。それだと当時は絵も下手な方やろ。マジで50巻くらいで終わらせて伝説の漫画にしといて、新しい漫画描いてたらよかったのにな。2発当てるとレジェンド言われるから。50巻ってもうスリラーバークの小田やからな。30巻のアラバスタ空島の小田で2作目いかないときついやろ。青山との対談面白かったで。対談おもろかったからクソ久しぶりにサンデー買うか迷うわ。小田と青山の対談。小田はコナン意識しまくってた。青山はジャンプ自体意識してなかった。青山は映画は絶対自分が関わりたいし口出ししたい。小田は自分が映画関わって売れたせいで、それ以降いろんなジャンプ作者が映画に関わらせられて罪悪感感じてる。小田は昔は自分が描かないとジャンプがヤバいって感じていた。今は若い子たちの勢いがすごいから適度に休めて助かってる。ギアフクスは叩かれるの分かってたけど描きたかった。小田曰く、青山の各キャラの色気が好き。青山が好きなワンピ映画はゴールド、カジノの雰囲気がすごかった。青山はジンを、小田はルフィを自分以外に描かせたくない。小田も青山もガンダムファン。今のジャンプってワンピースが支えてる気がするけど、小田的には心配してないんか。ナルトが終わったあたりからあからさまに暗黒期に向かい始めて、ここ最近で自粛による漫画ブームが始まったからな。鬼滅からすぐ呪術で続けざまにヒット作が生まれたから安泰やなって思ってるんやろ。もう世代交代の時期で、自分は書きたいもの書けると思ってる。まあ勢いある作家だらけって感じでもないけど、漫画ブームにうまいこと乗ってるやんジャンプ。小田がコナン意識する理由ないと思うんやがなんかあったんやな。単純に若手の頃は人気ある少年漫画に対しての対抗意識すごかったらしいで。一方、青山は自分のライバルは金田一くらいだと思ってたんやと。はい、ギラギラしてたんやな。まあコナンはそもそも金田一の人気に対抗して作られたようなもんやしそらそうよな。当時のジャンプ暗黒期やったから余計に多少意識してたんやないか。サンデーなんて気にするほどかとは思うが、コナンは映画が始まってたな。なるほどな。というか当時からジャンプ背負う覚悟してるあたり気も座ってるわ。イーストブルー編あたり今読むと背景は余白多いけど人物にベタ多くて、メリハリ効いててめちゃめちゃかっこいいんだよな。あんなの売れないわけないよ。いつからワンピースは絵がごちゃごちゃしだしたんや。白い背景イコール手抜きってオダッチの間違った認識はどこで生まれてしまったんやろな。漫画の演出としてシンプルに見せるのは必要な表現なのに。ブリーチかアニメやろな。アニメ化で心折れる漫画家多いし、岸本も完全に降伏したって言ってたレベルや。確か師匠の教えや、和月か徳弘のどっちか忘れたけど、最近は白背景もちょいちょい使ってるから適度に挟んでほしいわ。鳥山明、25歳でドクタースランプ開始。青山豪昌、25歳で刃開始。森川丈司、23歳で初めの一歩開始。戸賀氏義弘、25歳で悠々白書開始。小田栄一郎、22歳でワンピース開始。岸本正史、25歳でナルト開始。
ック母体と、24歳でブリーチ開始。伊佐山はじめ、23歳で進撃の巨人開始。レジェンド漫画家は25歳までに才能開花させる。人生経験積まなくても漫画って書けるのか。ものによるやろ。島耕作みたいなサラリーマンの人間ドラマとかだと経験が生きるし、ワンピースの世界観において人生経験なんて役に立たねえし、歌手もそうやけど若い頃の方がいい作品作るもんな。知識は増えるけど年取ると才能枯れていくんや。音楽はどんどん丸くなっていって尖ったのがなくなるだけで枯れてくわけでもないだろ。40近くなってアシスタント抱える小さい会社の社長やってるようなもんになって、子供向けファンタジーに熱い情熱を乗せるのとか無理やろ。技術ではない、心の若さが失われるんや。自分に当てはめると若い頃の方が明らかに妄想力や発想力あったから、漫画家は若さ大事や。いや全然そうでもないで。水木しげる、40過ぎてデビューしても平気平気。ワンピ世代が大人になってから古いジャンプの人気作を読んだ時の感想も気になる。ドラゴンボールとか幽遊白書とか成人してから初めて読んだ場合、幼稚に感じるのか面白いと感じるのか。ドラゴンボールは人気出るやろな。幽白は今読むとクソつまらんわ。幽白は大人視点だと両方の意味で中二病的かな。やっぱりドラゴンボールは時代超えてる可能性あんのか。ちょっと読み返してみるか。 Y は結構その世代で最近になって幽白読んだで、トグロまではおもろかったけどテリトリー以降は潜水のキャラがいい以外の魅力を感じられなかった。その辺はリアルタイム世代も同じだな。全部が面白いわけじゃないんよね。幽白、ドラゴンボールにしろ幽白にしろ、ワンピ世代が読んでも同時代と同じような読み方できてんだな。ってことは絵が苦手なのを我慢して読めば俺もワンピ楽しめるんかねえ。無理して最後まで読んだナルトがマジで地獄だったんだが、ワンピース世代やけどドラゴンボールは小学生くらいの頃に読んでくっそ面白くて今も好きやな。幽白は成人する少し前に読んだけど、トグロチーム編から潜水編以外は微妙やったわ。今は子供向けに書きすぎなんよな。孫に喜んでもらおうとしてクソまずい飴をあげてるジジイと一緒や。最近のワンピ、線ガタガタだけど大丈夫なんか？仕事しすぎて腱鞘炎とかなんか？ワンピって超長期連載でそもそも世代というものを超えてるやろ。スパイの作者は今まで全くヒットしなくて、ようやくスパイがヒットしたらしいな。40代でようやくヒット、伝説のプロアシスタントみたいな扱いだったらしいな。今後のジャンプ漫画に影響出るんやろか。青山はそもそも自分のライバルは推理者だと思ってたから。ジャンプとかは一切意識してなくて唯一意識してたのは金田一らしい。一方、小田はめちゃくちゃ人気ある少年漫画ってことで特に若手の頃はバリバリ対抗意識持ってたらしい。最近の少年漫画スタンドバトルの亜種ばっかじゃない？ハンターハンターも含めて、キメラーンと編は戸樫がずっと書いてきたテーゼの結晶って感じがするからそういう意味での高評価は頷けるけど、絵も含めて漫画としての完成度はヨークシンとかグリードアイランドの方が上だと思う。アリ編は読んでてだれるところ多すぎ。ナックルのカウントリセットした時はため息出たわ。ヨークシンとかは昔からずっと構想練ってただろうしな。アリ編好きだけど完成度はさすがに負ける。アリ編は落ち読んだ時、なんだこれ？って思ったけど評判良かったから言わないようにしてる。無料で読んでるけど、ウォーターセブン、エニエスロビーまでは面白かったのに、その後のマリンフォードクソつまらんのやな。出てくるキャラがルフィに都合よく味方になるコマとかしてて気持ち悪かったわ。仲間揃ったのに魚人島の展開もおもんなくて折れそうだわ。何がヒーローになれだよ寒いわ。読み飛ばしてもロビンの動向だけ追ってたら話ついていけるんか？教えて。魚人島は過去編だけ読め、あとは飛ばしていい。過去編読んだから適当に飛ばすわ。魚人島は島民もルフィもモブも雰囲気が全部嫌い。マリンフォードどころか今までの全部読まなくても大丈夫って小田先生が言ってるから信じろ。魚人島は海藻と白星姫と何もからのゼロにだけを楽しんで読めばええねん。あとはまあ覇王色で5万人倒したりな。第3弾はホールケーキアイランド以外つまらん地獄やから覚悟してな。ホールケーキアイランドも3時がほぼ作なしで独断で突っ込んだのがな。アラバスタ編のバロックワークスとかアメリカの CIA が実際にやってたことやし、映画以外の知識もあんだなおだって。ワンピースのワノ国は援護不可のクソやん。緊張感皆無やし、おかしなセリフだらけで見るに耐えんかった。23とかでメゾン隠る巫女は完成がいかれとる。ジャンプラで初めてワンピ読んだけど少年漫画とはこうあるべきみたいな王道を行くよな。こんなに面白ければそら売れるわって思った。逆にジジイになってからデビューして大成したやつっておらんの？スケットダンス。35くらいで脱サラして漫画家になって成功や。ちなおだより年上。そらちの足では？スケダンの作者って40くらいじゃなかったっけ？来年50やで。金田一が先でコナンが後なんか。知らんかった、逆だと思ってたわ。アーロン編は単行本だと3冊分くらいであの面白さなんかってビビるわ。波の過去は2話くらいで幹部との対決も各1話やしテンポ良すぎる。ゾロとウソップの回想とか数ページで終わってたよな。当時の事情考えたらこれでも遅咲きなんよな。
藤本たつきという若手の有望な新人も出てきたし、小田くんのワンピースはもういいわ。言うてももうたつきも30なんよな。たつきはアイデアを短編でばらまくんじゃなくて一つの連載に散りばめてほしいわ。まあその結果がファイアパンチなのかもしれんけど、チェンソーマンは前作より良くなってたから次も少し期待したい。ほんま最近若い天才が少ないわ。荒木はいくつくらいでジョジョ書き始めたんやっけ？それまでビーキとバオーで打ち切り食らってたけど、ググったら27かな。確かジョジョ2部の頃の単行本コメントで漫画家になってもう10年とか言ってたな。武装ポーカーが20歳やったから、26か27やった気がする。筋肉マンは18からやぞ。トガシがハンタ始めたのが30ちょっと。つまり誘白書いてたのは相当若い時だな。今週の対談読んで、ワンピースが始まった時はジャンプがマガジンに負けてたって書いてあってビビったわ。いくら落ち目だったとはいえそんな時代あったんやな。今じゃ本気で考えられん。週刊連載って人をダメにする率高すぎ。もう子供向けに何か書くの精神的にきついだろうな。かといって大人をうならせるようなのを書けるほど教養ないし。荒木はジョジョ1から5部までを12年で書き切ってるのがすげえ生産性。救済なしってのもすごいよな。10年間休んでねえのか。あいつやっぱ吸血鬼かなんかだろ。ほぼ50年週刊連載やり続けて、原稿を落とすどころか締め切り破ったことすら一度もない水島新司とかいう怪物。なお草野球も欠かさない模様。手が早いのかスタジオ性見たくなってんのかどっちだろうな。そういうの水島新司の場合は単純に手が早いんやろうな。なんせネーム作ってペン入れしてたらキャラが勝手に動いて予定にないホームラン打ってたりするの結構あったらしいし、勝手にホームランは草。ただそこまで自分の中でキャラが生きてんのはすげえなー。ドカベンは甲子園決勝で逆境に苦しむ山田をみんな意識してる中で、前野とのまがさよならホームランするからな。あいつは漫画家を楽ちんな仕事と言って夜9時に寝るからおかしい。わい、ワンピもナルトも合わんかったわ。ハンタとデスノートとヒカゴはおもろかったけど、藤本たつきは書きたいイメージが最初にあってその切り張りで話作ってるタイプだと思うから、基本的に長期連載はできないだろうな。確か5部の真ん中あたりに取材旅行で休むまで1話から1回も開けてないんだよな。今時の漫画なら部の代わり目に少なくとも一月くらい休むだろうな。休まない割にインプットを怠ってない感じがすんのが不思議。まあ喧嘩商売の作者曰く、週刊連載でも仕事にかける時間ってほんと人それぞれすぎて、一般論は無意味らしいが、話もテンポ良くて面白いし絵も見やすい。連載当初の天才っぷりすごいわ。なんで今こうなった？戸賀氏の対談相手にふさわしいのは？芥見。そら芥見やろ。萩原和志。漫画家の寝てない話が嫌いで手本にしたのが秋元治だからな。ワンピースの戦闘は緊張感皆無で、やり方もワンパターンやから嫌いやねん。脳筋バトルばっかやからすぐ飽きるんや。ガヤがいないだけでマシになるの草や。ジョジョとか好きそう。ジョジョは冷静に読むと、迫力と勢いと主人公補正とよくわからない理屈でなし崩しに決着してるケースがほとんど。雰囲気頭脳バトルや、ああいうのは好きじゃないわ。藤子 F なんて社会人3日でバックれた社会不適応者だけど、漫画の引き出しすげえ多かったからな。社会経験なんていらんのかも。経験より良い作品を摂取したようやろな。普通に天才だわ。鬼滅と比較して煽られてたけどこんな売れたら調子に乗ってもしゃあないと思うで。というか鬼滅なんかもはやどこでも話題から消えとるし、結局コロナ禍の集団ヒステリーで人気出ただけやったな。アニメ化によるブーストよりコロナ禍ブーストの方が効果が大きいというありさまやし、鬼滅の作者がちょっと謙虚すぎたんや。あれが呪術の作者ならあそこまで叩き棒にされとらん。鬼滅は面白いと思ったことないけどお前らが叩きすぎで用語流行ったな。鬼滅は既視感もあるし娯楽としてはあんま面白くなかったけど、そこで語られている倫理観が日本人の割とど真ん中に投げ込むタイプだったから、ブームに当てられて普段漫画読まないインテリどもが読んで、割と好意的に批評してんのは理解できたわ。小田くんにワンピース読み返してみてほしい。2年後から明らかにおかしいやろ。漫画家っていつインプットしてんだろうな。取材は行くだろうけどしょっちゅうできるわけちゃうし、話長くなるほど強さがインフレするのはしゃあないし、人増えてめちゃくちゃになるからマンネリ化せず面白さ維持するのは難しいやろな。人多すぎてうんざりするくらい視点飛ぶからせめて戦い始まったら一組に注力してほしいわ。伊佐山、23歳から進撃の巨人連載してます。初めから先の展開まで全て考えてから書き始めました。はい、小田くん超え。月刊はハードル低いやろ。ワンピースはもう読んでなくても叩ける作品だから、いくらファンが面白さといたところで焼け石に水だと思う。鬼滅の作者はまああの売れ方ならそりゃ謙虚になるやろ。一巻から爆発的に売れたわけじゃなくて、相馬はアトリブラクロあたりの下のただの中堅漫画だったのが、なぜかアニメで国民的漫画になった形だからな。あんなん本人も困惑しかしないやろ。鬼滅のライバルはタピオカミルクティーって言えてみようよな。唐突に何の前触れもなくメディアが流行ってることにし始めて流行った感じ。それワンピアンケクサ。
鬼滅は明らかに流行ってからメディアが慌てて乗っかったタイプやろ。むしろ流行る前からテレビ局に取り上げてもらってて草。鬼滅の知名度が爆発的に上がったのって最終話の炎の剣のやつちゃうの？あの売れ方で織田レベルに調子乗れるやつは何も考えてないバカぐらいやろな。言うても経歴が結構な天才漫画家ムーブやけどな。アニメ化する前の位置でも十分すぎるくらいや。ジャンプって15から18歳までぐらいしか編集者つかないんかな？ Y の最近のお気に入りはチェンソーやけど、あえて読めるのをあげるならハンタのアリ編やな。単行本は買ってないけど、普通にアニメも見てたで。チェンソーマンはネタが多くて語るの楽しいんだよな。藤崎優が20代で方針演技をジャンプ漫画としてまとめ上げたの地味にすごいと思う。23巻で綺麗に終わらせたのほんますごいわ。ネウロも鬼滅も23巻で終わってたな。やっぱそれくらいがベストなんかね。織田の短編集とワンピのイーストブルー編の完成度やべえよな。読み切り集読むと本当に天才やったんやなと思う。あんなに何千回読んでもおもろいの、他にマジでスラムダンクだけだわ。ワンピースって2000年代はオタクじゃなくてドキュンしか読んでないって言われてたけど、どうやって今の評価になったの？芸能人とかがワンピース気公言しすぎて逆張りネット民の激凛に触れてただけで、普通にみんな読んでたで。ジャンプ発売日とかクラスの話題イコールワンピースみたいなもんやった。ワンピースって鬼滅の時とは別に一時期こんなの読んでるのはドキュンだけみたいに謎に叩かれてた時あったよな。ビビとの別れのシーンが寒いとネタにされてたり、そんな風潮はない。エースの死に感動したとか言ってるにわか芸人どもを叩いてただけ。ワンピースとコナン同じくらいやってるのに青山の方が才能枯れてない感はあるな。しっかり休憩取ってるのもでかいんかな。もともとそんなに才能ないだけだよ。ワンピース5位はすごいんやけどあんま影響力なくないか。時代的に影響を受けてる側だしな、ワンピは。そういう意味ではジャンプ漫画の影響全然受けてない感じのチェンソー漫画何もかも異質。チェンソー10話ぐらいまでしか読んでないけどそんな異質か？あれ、ジャンプ的倫理観すら薄いし、ほんとよくあれヒットしたな。言うて思いっきり異能バトルやし、作風がサブカルなだけで王道中の王道やん。前作のあれが色々とあれだったから側だけジャンプフォーマットを使ったんだろうけど、そこから出てる匂いや受ける印象が普通のジャンプ漫画じゃねえよやっぱり。まあ藤本はインスパイア元は最近の作家の中でも露骨にわかりやすい方、ただそれがジャンプではないだけ。スパイもそうだがこの辺を面白いと思うジャンプ読者が多いことになんかジャンプの行き詰まりを感じる。フォーマットってむしろ作品の根幹やろ。作品の空気感だったり画風なりセンスの方が側って感じするけど、そういう意味ではビッグコミックスとかで連載してそうではある。この場合のフォーマットは根幹ではねえな。精神性や倫理観が一番奥にあって画風だのジャンプ的設定だのはやっぱりただの側よ。そう考えると進撃鬼滅モテキングなど、影響された漫画家上げ出したらキリがなくなるジョジョってすごいな。今や漫画界への波及効果はドラゴンボール超えてるやろ。猪竹はスラムダンクが売れる自信があったから、誰もバスケット漫画描かないでくれって思ってたらしい。まあワンピはレジェンドすぎるよ。頭おかしい。これって純粋なアンケート順なん？ワンピースレベルなら多少落ちても前の方に乗せるやろ。ブリーチ程度ならそんなんないが。逆に言えばかつての看板のブリーチですら土下に追いやられる程度にはシビアや。もちろんアニメやってるのとかは関東とか任されやすいから平均順位は上がる。2位率が高いのが実質的なアンケートやろな。すげえな。逆に真ん中の落ちてるところが何の話の時か気になるわ。そらデイビーバックファイトと余人島やろ予想。入校が遅れた生徒作者コメントで言い訳したぞ。ちなその時はスリラーバークや。普通にすごいと思う。小田くんは努力タイプやろ。天才ってのは鳥山や富樫みたいな作家のイメージ。和の国全体的に不評やったけど、終わった途端に一気に情報入れてくるからやっぱおもろいわ。ルフィ一味の話は長いくせにめちゃくちゃつまらんからな。そこ省いて世界の動きだけ追ったら面白いわ。心理描写スカスカのクソ薄っぺらい子供向け漫画なのに、大人にも人気あるのはマジですごいと思う。ワンピースはヤクザものだって言われてるからむしろ逆じゃね？ネットのインフルエンサーが漫画界でも活躍する時代やね。ジャンプ漫画の主人公最強議論が八丸くんに荒らされるにゃがどうすればいい？適当に終わったせいで八丸くんジャンプ主人公最強説が覆せないにゃが。ちなみに悟空より強い主人公って誰がいるんだ？悟空とかセイントセイヤとかより八丸くんの方が強いことになってる。セイントセイヤが悟空より上なのはちょっと意外。最後の方読んでないが、あの漫画は何か物理を超えた展開になるのかな。物理バトルだとドラゴンボールの連中が強すぎる印象しかねえ。地味に八丸って終盤で上位存在になってるしな。そのレベルに達しなかったら感じることもできないからガチで無敵やし。まあでもそれをジャンプでやるんだっていうところのエポックメイキングみたいなのはあるやろ。遊白の頃の富樫なんかもまさにそうで、あれは藤本なんかよりもっといろんなとこからつまみ食いして落とし込んでる感じだった。無料でドレスローザまで読んだけどこれほぼ毎週連載してたの異常すぎるやろ。1話だけだと看板オーラはないよな。ありすぎる定期。
むしろ1話がオーラしかないぞ。ゴムの実食って山賊に襲われてシャンクスに助けられて金塊の主倒すまでで1話だぞ。こんなん人気出るに決まってる。シャンクスが腕持ってかれた魚ワンパンってこれ、初期ルフィより当時のシャンクス弱かったってこと？シャンクスが腕を失ったことへの罪悪感をルフィに植え付けたんやぞ。読み切りの時点で面白いのわかるよな。ワンピース序盤好きだから最近は本当に残念だわ。とんでもなくすごいやろ。ワンピ、少年漫画、ブリーチ、青年漫画、ナルト、一部は少年、二部は青年漫画。こういうイメージ。何を基準に言ってるのか知らんけど、シャボンディ諸島以降のワンピって青年漫画感ない？文字といびっしりでやたら読みづらくなってからは骨太かもな。一話とか別に受けてなかったな。ゾロが泥握り食う方がまだ受けるんじゃね。むしろ Z 世代がろくな作品も作れないバカまである。おだ、ワンピースは中学の頃に構想できてる。これワンピースの正体めちゃくちゃしょうもない落ちちゃうか？中学生の頭やぞ。ワンピってどこら辺で人気出たんや？チョッパーとかアラバスタら辺を泣ける泣ける言われてて、頂上戦争の頃メディアで騒がれてたイメージやが、人気あったのは連載当初から。メディアがこぞって取り上げ出したのは、映画にゼロ感つけて興行収入伸ばして提供してるフジテレビがゴリ押しだした。ワンピースが何かってガチでどうでもいいことだからな、海でも何でも。これ気になる人って逆に話に惹かれてないだろ。ナルトが漫画の最高到達点やと思うわ。近年はジャンプ黄金期からレベル下がり続けとる。漫画家もスポーツ選手のように衰えがあるんやなって初めて知らされたわ。大抵絵が上手くなっていくのに。アーロン戦までの流れ好き。小田くん、漫画家志望の連中さ、30ページの読み切りくらいすぐ書いて応募しようよ。これすら書けないなら週刊連載なんて無理ですよ。偶正論、ええこと言うな。ワンピースってモブのリアクションみたいな無駄なコマ多いけど、長ったらしいセリフとかモノローグないから読みやすくない？でも最近のジャンプが海賊王やほかげ目指さずに鬼滅や呪術みたいなダークな作風になったのは進撃の影響やろうけどな。剥がれんやろ。呪術も鬼滅もブリーチでは？進撃はデスノートとか窓マギと一緒でエヴァの系譜やわ。傑作の進撃をエヴァとかいう打作と並べるな。進撃はエヴァの中に包括されてる存在でしかないやろ。巨大外来生命体の襲来も世界系的作風も考察系なのも全部エヴァの系譜や。巨大生命体の襲来なんて大昔からある定型パターンの一つやし、進撃は世界系によく見られるうだうだした葛藤をなるべく排除してるからエヴァとは違う。エヴァ自体が過大評価。漫画家になるつもりないのにほんまに金だけが目当てで漫画家になった鳥山ってほんま異色なんやな。賞に出したのが賞金目的だっただけでその後は働かず1年書いてたんだから本気じゃないか。いつになったら日本一の漫画家、小田栄一郎が帰ってくるんや。本格的に最終章始まるんやろ？ワンピースがあるから王道漫画が出てこない。王道の少年漫画で言うとドラゴボとワンピの右に出る漫画は二度と現れないやろうね。現役ジャンプ漫画の頂点に25年間君臨し続けるワンピースの作者、小田栄一郎先生について、あなたはどう感じていますか？ぜひコメント欄に一言お願いします。以上、2022年7月に書き込まれた2チャンネルスレの紹介でした。